インフロリコーダーは、マイクロソフト i n d o w s 向けのオープンソースの、ライティングソフトウェア。クリスチャン・カインドルが2006年の Google、サマー・オブ・コードでプロジェクトを開始した。CD や d v d への書き込みには、セディ・トゥールズというフリーなライブラリーを使っている。バージョン0.46以降、GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3でリリースしており、フリーソフトウェアである。C は、 インフロリコーダーを商用ライティングソフトのフリーな代替品としては最高の評価をしている。インフロリコーダーはディスクの書き換えと2層 DVD をサポートしている。また ISO イメージファイルをディスクに焼くのにも使える。また完全なポータブルアプリケーションである。バージョン0.40以降多くのライティングソフトウェアと遜色ない機能を提供するようになっており、データや 音楽のディスクへの書き込みができ、書き換え可能なディスクや、マルチセッションディスクを扱え、ディスクから WAV や ISO イメージファイルを取り出すことができる。MP3 エンコーダレームを使って、音楽 CD トラックをセーブすることもできる。Windows の6 4ビット版でネイティブに動作するバージョンもある。しかし、そのバージョンには、オグ・ボービス・でコーダやリベセンディライブラリーがない。 これは w i n g w e b 6 4 b i t 版 w i n d o w s でコンパイルするのが困難なためである。ありがとうございます。